にちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日はですね、ちょっとね、報告がありまして、ちょっとね、この動画を撮っております。はい、実はですね、もうこの動画をですね、撮り始めてなんとね、1年間が経ちました。はい、1年間365日、まあうるう年ですんで366日、まあずっとね、1日も休まずね、撮ることができました。はい、これね、皆さんのね、本当にね、おかげですんで、まあね、ちょっとその報告と皆様にね、感謝を伝えたくて、ちょっとこの動画をね、撮っております。まあね、最初ちょっとね、神妙な顔して、あ、やめちゃうのかなみたいなね、そんな風にね、思わせようかななんて思ったけど、下手ですよね、そういうことをやる。ちょっとね、やっぱ慣れないことをやると、まあ良くないななんて思ってます。今反省してます。それで、まあ去年2019年のね、6月5日にね、まあその前からね、チャンネルはあって、まあネットビジネスのね、関係で何本もね、動画を上げてたんですけど、まあ正式にね、この6月5日からね、毎日撮っていきますみたいな、そんなことを言ってね、まあ、自己紹介から入っていって、そこから本当にね、1年間1日も休まずね、撮ることができて、本当にね、これっていうのはね、こう自分がね、どんどん成長していくっていうのがね、本当にね、楽しくなってきて、それでね、逆にね、撮らないとね、気持ち悪いっていうか、そんなね、状態になってしまって、なのでね、皆さんね、1年も続けてるとすごいですねとか、大変ですねとかね、言うんですけど、自分としてはね、全然そういったことがなくて、本当にね、楽しくて、もう仕方がないっていう、そんな感じでね、やってこれました。それでね、何よりもね、こう、見てくださってる皆さんがね、コメントをくれたり、毎日のようにね、動画の感想を LINE にね、送ってくれたりとか、まあね、それがね、すごくね、自分が勇気づけられて、まあ、自信もね、ついて、それでね、続けることができたっていうことでね、本当にね、まあ今日それをね、感謝したいっていうことで、まあこの動画もね、撮っておりますんで、本当にね、皆さんどうもありがとうございました。はい、またね、これからもね、1年間じゃないですけど、毎日ね、こう今までと変わらず、まあ撮っていくんで、まあ1年間のね、区切りっていうことで、この動画撮ってるんですけど、別にね、ただのね、通過点にしか過ぎないっていうことで、まあこれからもね、毎日動画をね、配信していくんで、本当にね、よろしくお願いします。それでなぜね、自分がね、こういう風に撮り始めたかっていうとね、やっぱ一番最初はね、ビジネスにね、つなげていきたいっていう、そんなね、気持ちもありました。当時ね、MLM って言ってネットワークビジネスをね、やってまして、それでまだね、誰も一人も紹介者を出せてないっていうことで、自分のね、アップの、まあ、勝手にね、師匠なんて呼んだりしてるんですけど、その師匠がね、毎日動画をね、撮っていて、それでまあそれを集客につなげていて、毎日のようにね、まあ今日何人こう紹介者出したとか、そういったね、ことをね、聞いていたら、まあやった方がいいよなんて、そんなことをね、言われてたんですけど、自分はね、ちょっとね、家はね、ちょっと病気の家族がいたりとかいるので、ちょっとできませんみたいなことをずっと断り続けてたんですけどね、絶対やった方がいいよっていうことをね、ずっと言われてたんで、ちょっとじゃ あのやってみようかなって、車の中でね、撮ってる人っていうのがね、いたんで、自分も車だったらね、撮ることできるかななんて、そんなことも思ったんで、車でね、撮り始めました。最初はね、運転しながら動画を撮ったりね、制服のまま動画を撮ったりして、それでね、それを見てた方がね、何人もの方が車をね、運転しながら撮るのはね、やめてください、危ないですよとかね、そういったこともね、教えてくれたりとか、制服でね、撮ってて、投資の話とかもね、したことはあるんですけど、制服を着て投資の話ってどうですかみたいなね、そんなこともね、コメントでくれた方もいたし、制服でね、撮らない方がいいよってね、助言をしてくれた方もいましたので、それをね、自分はね、全くね、そういったことを気にしないでね、やってたんですけど、言われて
てみるとそうだよな、なんて運転しながらは危ないし、制服のまんまですと、まあ、会社のね、まあ、コンプライアンスにもね、まあ、抵触するんじゃないかっていうことで、やめた方がいいなっていうことで、まあ、こういう形にだんだんなっていって、まあ、動画を撮るときはね、必ず安全な場所に止めて撮るようになりました。まあ、休みの日はね、ウォーキングの途中とかね、そんな感じで撮るようになりまして、それで本当にね、最初は、まあ、ネットビジネス系のね話をしてって、それで、まあ、集客につなげたいっていう風にね思ってたんですけど、だん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 ね、自分がこう動画を撮るためにインプットしたことっていうのが自分の本当にね身になってっていうか、自分のねためになっていって、それをねアウトプットすることによって、自分がねどん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 、まあ、成長していくっていうのがね、本当にねこう分かったのが、それがねどん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 面白くなっていったっていう、そういった感じで1年間ね続けることができました。それで途中からはね、やっぱ斉藤ひとりさんとかね、心理カウンセラーの方とか、まあ、精神科医の、ね、方の動画をたくさん見るようになってきたら、まあ、自分がねすごく必要としてる話がね多くて、まあ、それをねインプットしたことを、まあ、動画の時にね、ほとんどねそういう人のね動画を見てそれを話してるんですけど、まあ、これがこの動画が良かったんでこれ見てくださいじゃなくてね、自分がやっぱ話すことによって本当に自分の身になっていって、それで成長していったってことなんで、まあ、こう簡単にねこの動画見てくださいじゃなくて、やっぱ自分の口でこう発するっていうのがねすごく大事だなっていうこともね、だんだん分かってきたっていうか、まあ、それをやってきたっていうことですね。それで最近ではね、まあ、自分もすごくね役立つ、自分に必要なこともそうなんですけど、やっぱね見てくださってる皆さんがね、まあ、役に立つこと、まあ、ためになったななんて、そんなようなね話ができるといいななんて、そんなこともね考え出しているっていうのがね今の現状です。まあ最初はねビジネス系のことだったんですけど、まあ、途中ね財布マジックっていう話に出会いまして、これっていうのは、まあ、テレグラムっていう仮想通貨系のね SNS に入ってまして、そこでね自分の好きなグループがあるんですけど、そこのねアドミンさん、まあ、管理者の方がねその動画をね貼ってくれてあったんですよね。それを見た時にね自分はねこれすごいなっていうことで、自分がねやってみたいってことで、まあねそれをね早速実践して、それで動画、まあ同じようなねこう内容のね話をねしましたら、それをね見てくださった方が実際にね僕の話を聞いて財布マジックを始めてくれて、そしたらねなんと、まあ、宝くじの高額当選、まあ、チャンスセンターでね変えられない金額のね当選があったよっていう報告をいただいて、まあ、その時ねすごく、まあ、まだね興奮したっていうのをね覚えておりまして、すぐね仕事の途中に抜け出して、まあ、動画を撮ったなんてこともあって、それでその動画がまあ、皆さんにね見られるように、たくさんの人に見られるようになって、まあ、チャンネル登録者が一気に増えたっていうことがありまして、それで本当にね自分の誕生日の日にチャンネル登録者様が1000人に、ちょうど誕生日の日に1000人になったっていう、そんなね奇跡のような、まあ自分にはねすごくすごく嬉しい、本当にねプレゼントになったっていうようなね、そんなこともありました。まあね その時にね1000人行ったんで、その後ねちょっと、まあ、広告を貼らさせていただくようになって、ちょっとね、まあ、見る方にとってはうざいななんて思うようなこともねやってしまって申し訳ないんですけど、それでね自分もこう広告収入、まあ、本当にねビビたる、まあ、1日100円とかね100円もいかない日もあるんですけど、まあ、そういったのもね得られるようになって、それもねやっぱ財布マジックのおかげかなとかね、でもよく考えると、まあ、見てくださる皆様のねおかげだっていうことで、本当にね感謝しかないなーなんて、そんなことをね思っております。なのでねこれからもね、まあ、毎日、まあ、こう今もうね自分のねこうルーティーン、生活のルーティーンになって、まあ、習慣になって、もうやらないとねなんか気持ち悪いっていう、そんなようなね状態になってて、本当にまあ他の、ね、方の情報を入れることもすごく楽しいですし、それを自分が話すこと、
動画にすることもねすごくね楽しんでやっておりますんで、これからもね本当にどうぞよろしくお願いします。はい、では今日はね本当に1年366日うるう年があったんでだったんで、1日も休まずね、まあ、1年間続けられたっていう、そんなね報告と皆様の感謝の気持ちを伝える動画を撮りました。では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。